オーシリスは、ペガス座にある恒星ペガスス座、V376 星を公転する太陽系外惑星である。質量は、木星の0.69倍、半径は、木星の1.4倍ほどであると推測されている。中心星から 0.045au の位置を、およそ3.5日周期で公転している。表面温度をおよそ1、摂氏200度のホットジュピターである。 HD209458B は、系外惑星研究において、数多くのマイルストーンとなってきた。この惑星は、以下の点で、初めての系外惑星である。また、新しい理論モデルを適用することで、大気中に水蒸気を持つことが発見された初めての系外惑星であると考えられている。2014年7月、アメリカ航空宇宙局は、 HD209,458B や他の境外惑星 HD189,733B、WASP-12B は非常に乾燥した大気を持っていることを発表した。オシリスという名称は古代エジプト神話に登場する冥界の王、オシリス神にちなんだ愛称である。オシリス神は体を切り刻まれて失ってしまったが、その様子がこの惑星が、 大気の流出を起こし質量を失っている状態と似ていることから、この惑星からの大気の流出を初めて発見した科学者であるアルフレッド・ビダル・マジャーとアラン・ラ・ケイブリーア・デイ・タングスによって提案された。この愛称は2003年にパリ天体物理学研究所で開催された国際会議エクストラ・ソラー・プラネッツ・トゥデイ・アンド・トゥモローで提案されたが、正式に承認された名称ではなく、 太陽系外惑星のカタログや大部分の学術論文では引き続き HD209458B という名称で呼ばれている。HD209458B は初めてトランジットが検出された太陽系外惑星であるが存在の初検出は視線速度法を用いて行われた。またトランジットの初検出には ハーバードスミソニアン天体物理学センターのデビット、シャーブのラニオルグループと、テネシー州立大学のグレゴリー・ W ・ヘンリーらの2つの観測チームが競合していた。主制である HD209,458 は、ケック望遠鏡のハイアーズを用いた観測と、オートイコールプロバンス天文台の1.93メートル望遠鏡に設置された分光器イロディを用いた、 観測の視線速度法によるそれぞれ独立した2つの境外惑星探査プロジェクトでの観測対象となっていた。エイロデによる観測では1999年8月の段階で HD209458 に視線速度の変動が検出されており、その後の追加観測の結果とも合わせて惑星候補天体の軌道要素や予測される トランジットの日時が判明していた。これを受けシャーブのらは1999年8月29日以降20夜にわたって HD209,458 の速攻観測を行い、9月9日と16日の両日にトランジットが発生すると予測されたタイミングで主星の明るさが1.7%減少したのを検出した。一方でヘンリーらも 9月までにハイアーズを用いた観測で HD209,458 に視線速度の変動が検出されたのを受け軌道要素が確定して予想されるトランジットの日時が判明した後すぐに速攻観測を開始した。ヘンリーらはフェアボー運転問題の0.80メートル望遠鏡を用いて1999年11月7日に トランジットを検出したが、この観測ではトランジットの前半部分のみが観測された。ヘンリーらは当初トランジットの検出に確信を持てない状態であったが、シャーブのらのグループが9月に完全なトランジットを検出したという噂を聞き、結果を論文として公表するのを急ぐこととした。ヘンリーらは11月12日に国際天文学連合のサーキュラーでトランジットを 検出したことを報告し、18日に論文を投稿した。シャーブのラは、翌19日に論文を投稿した。両グループの論文はどちらも受理され、アストロフィジカルジャーナルの同じ巻きに連続したページで掲載された。報告されたいずれのトランジットも、継続時間はおよそ3時間であり、惑星は主星の面積のおよそ1.5%を隠していると、された。 主星は一天文衛星の引っ張るコスによって繰り返し観測されていたため HD209458B の光転周期は3.524786日と非常に正確に計算されている。分光観測による視線速度の変動から惑星の質量は0.69木星質量と推定されている。トランジットが検出されたことにより これまでの視線速度法での検出では知ることのできなかった惑星の半径を計算することが可能となり、木星半径よりおよそ35%大きな半径を持つことが判明した。HD20 万2005年3月22日、NASA はスピッツァー宇宙望遠鏡を用いた観測で惑星から放出される赤外線を検出したと発表し、これは 経外惑星からの放射の初めての直接的な検出となった。これは惑星からの光を恒星からの光と空間的に分解した観測ではないが、惑星が恒星の背後に隠れる二次色を用いた観測である。つまり、惑星が主星の背後に隠れており、惑星からの光が地球から見えない。 際のスペクトルとその前後の恒星と惑星の放射が混じったスペクトルを比較して差分を取ることで惑星からの放射を抽出することができ。この観測からは惑星の表面温度が少なくとも摂氏750度であることが判明した。また HD209458B は比較的大きな半径を持っているため付近に別の天体が存在して 軌道離心率が大きくなり、潮積力の効果によって半径が大きく維持されているのではないかと考えられていたが、この観測で惑星の軌道が円軌道であることが確かめられた。2007年2月21日、NASA とネイチャー氏は HD209,458B 及び HD189,733B のスペクトルを直接確認したと発表した。 これらは、系外惑星のスペクトルが直接観測された初めての例である。この観測手法は、太陽系外の意識を持たない生命体を、それらが惑星の大気に与える影響を介して探査するための方法として長い間考えられていたものである。NASA ゴダード宇宙飛行センターのゼレミー・リチャードソンが率いる研究者グループは、 波長7.5から13.2マイクロメートルの範囲で2つの系外惑星の大気の分光観測を行った。その結果はいくつかの点で理論的な予測に反するものであった。スペクトルは大気中の水蒸気の存在を示す10メートルでのピークを持つと予測されていたが、この観測ではそのようなピークは見られず、検出可能な水準の水蒸気が含まれていないことが示唆された。 また予測されていなかったスペクトルのピークが9.65メートルに発見され、これは計算しようのダストによる雲が存在するものと解釈された。この特徴は過去に検出されていなかったものである。さらに7.78メートルの位置にも予測していなかったスペクトルのピークが見つかり、リチャードソンらはこの原因は不明であるとした。 ジェット推進研究所のマークスウェインが率いる別のチームもリチャード・ソンラのデータを再解析して同様の結果を導いている。2010年6月23日には HD209,458B の大気中に風速が時速 7,000km に達する巨大な嵐が存在することを初めて測定したと発表された。この観測には ヨーロッパ南天天問題の超大型望遠鏡 VLT に設置された近赤外線光、分散分光装置であるクライアーズが使用され非常に高精度の分光観測が行われた。その結果惑星の非常に高温な昼側の半球から低温な夜側の半球へ向けて一酸化炭素のガスが非常に速い速度で流れていることを示す結果が得られた。 またこの観測では、系外惑星の軌道速度も直接測定され、惑星質量の直接測定が行われた。2008年時点での最も新しい、ロシター・マクローリン効果の測定では、惑星の光転面と主星の赤道面のずれはマイナス4.4、プラスマイナス1.4度と測定されている。恒星に特に近い位置を高天するホットジュピターは、 大気の外装を強く加熱されることで膨張した半径を持つ可能性があると考えられてきた。その他には惑星の軌道が離心率を持つことによる潮積加熱によっても惑星の半径に影響を及ぼす。惑星が形成された段階では現在より軌道離心率が大きかった可能性があり、潮積加熱の効果は10億年にわたって継続する可能性がある。 HS209458B の大気は、惑星の中心から1.29木星半径の高度で1バールになる。大気の圧力が335ミリバールになる高度で、大気は透明になり、この高度でレイリー散乱の影響が検出可能になる。この気圧の高度での温度は 2200-260K である。宇宙望遠鏡のモストを用いた観測から、 当初は、惑星のアルベドは0.3以下であると制限がつけられており、驚くほど暗い天体であることが示された。これを元にした期間アルベドは0.038プラスマイナス0.045と測定されている。比較として、木星は0.52というずっと高いアルベドを持つ。このことは、この惑星の雲層の上部は木星よりも反射率の低い物質でできているか、もしくは、 高層大気には雲が存在せず、入射光は地球の暗い海のようにレイリー産卵を受けているかのどちらかである可能性があることを示唆している。その後の理論モデルでは大気の最上部とマントル部を取り、このことは惑星大気の外装に暗く光学的に厚い高温な雲が存在することを示唆する。この雲は 赤色矮星の大気中に見られるような酸化チタンや酸化バナジウムからなると一般的には考えられているが、ソリンなどの別の化合物である可能性も否定できない。2016年の研究では大気構想にある雲は惑星を部分的に覆っており、被覆率はおよそ57%であると示唆されている。レイリー散乱を起こす高温の水素は成層圏の最上部にあり、 吸収を起こす雲層はその上空の25ミリバールの高度に浮かんでいる。ホットジュピターと呼ばれるタイプの惑星の比較。左上から右下に向かって、ワスプ -12B、ワ12スプ -6B、ワスプ -31B、ワ31スプ -39B、39 HD189733B、ハット P-12B、ワスプ -17B、17 B ワスプ -19B、ハット P-1B、HD209,458B。星 HD 層圏の上部には外気圏が存在する。2001年11月27日にハップル宇宙望遠鏡によって HD209,458B の大気中からナトリウムが検出され、これは太陽系の外で惑星の大気が測定された初めての例になった。 この発見は、天文学者のサラシーガーラによって2001年、後半に予測されていた。ナトリウムのスペクトル線のコア部分は、気圧が5 0リバールから1マイクロバールとなる、範囲まで続いていた。これは、HD189733B の、大気中のナトリウムの量のおよそ3分の1である、ことを意味する。2003年から2004年にかけて、天文学者は、 ハップル宇宙望遠鏡の画像分光器 s t e s を用いた観測で惑星の周囲に10000系にもなる水素、炭素と酸素からなる巨大な大円体状のエンベロープが存在するのを発見した。水素の外気圏は惑星の昼半径である3.1木星半径にまで広がっており、これは惑星の半径である1.32木星半径よりもずっと大きい。 この距離と温度では、大気粒子の速度のマックスウェル分布は、脱出速度よりも高速で動く原子の顕著なを形成する。この惑星は、1秒あたり1から 508kg もの水素を失っていると推定される。このエンベロープを透過してくる恒星の放射の解析からは、より重い元素である炭素や酸素原子も、惑星から流れ出していることがわかっている。これは、 惑星から蒸発してゆく水素大気による極端な流体力学的効力によるものである。惑星から流れ出す水素の尾はおよそ 200000km の長さがあり、これは尾の直径とおよそ等しい。またその速度は時速 35000km という猛スピードである。このような大気の損失は太陽に似た恒星の周りを 0.1au よりも 近い距離で降転するすべての惑星で一般的に起きる現象だと考えられている。HD209458B は全質量を失うことはないものの推定される寿命である50億年の間に最大で全質量のおよそ7%を失うと推定されている。惑星の磁場はこの大気の散逸を阻害する可能性がある。これは 外気圏は主星によってイオン化され、磁場はイオンを散逸から防ぐからである。2007年4月10日にローウェル天文台のトラビス・バーマンはこの惑星の大気が水蒸気を含んでいる証拠について発表した。過去に公表されているハップル宇宙望遠鏡での測定と新しい理論モデルを用いた結果、大気中の水蒸気による吸収を示す強い証拠が、 発見されたことが報告された。彼の手法は、惑星が主星の手前をトランジットする際に、惑星の大気を直接通過してくる光をモデル化したものである。しかしこの仮説は確認のためにまだ調査中である。バーマンは、ハーバード大学の学生であるヘザー・クヌットソンが、ハップル宇宙望遠鏡を用いて取得したデータを利用し、 そこに新しい理論モデルを適用して惑星の大気中での水蒸気の吸収の誘導を計算した。惑星は主星を3.5日に1回降転し、その度に主星の手前を通過するため、恒星から地球に向かって惑星の大気を直接通過してくる光を惑星の大気がどのように吸収するかを調べることによって、その惑星の大気の特徴を分析することができる。 この研究によると、そのような境外惑星の大気中での水蒸気による吸収によって、可視光線でのスペクトルと比較して、赤外線でのスペクトルの一部にわたって、惑星のみ、これらのデータと理論モデルから、バーマンは惑星大気中での水蒸気の吸収の存在を特定したとされている。4月24日に、ハップル宇宙望遠鏡を用いた観測を引いた。 天文学者のデビッド・シャーブノは望遠鏡そのものによって引き起こされるスペクトルの変化によって理論モデルが水の存在を示唆してしまう可能性があるという点を指摘した。彼は今後数ヶ月の間のさらなる観測によってこの問題が解決するだろうと望んだ。その後二0九年十月二十日にジェット推進研究所の研究者らが惑星の大気中から水蒸気、 二酸化炭素及びメタンを発見したことを発表した。これは、ハッブル宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙望遠鏡による観測データから発見されたものであり、ホットジュピターとしては2番目の発見となった。2014年に HD209458B から水素が蒸発していく様子から惑星の周りの磁場に関する示唆が与えられた。これは、 境外惑星の磁場の初めての検出である。この研究からは、この惑星の磁場は、木星のおよそ10分の一の強さであると推定された。そのため、HD209458B は初めてトランジットが検出された境外惑星ではあるが、初めてトランジット法を用いて発見された境外惑星ではない。トランジット法を用いた観測で、 初めて発見された、系外惑星は、オギル TR-56B である。どちらもアストロフィジカルジャーナルの529巻に、レター論文として掲載され、ヘンリーらの論文が41から44ページ、シャーブのらの論文が45から48ページであった。ありがとうございます。